ただあのマクドナルドのドライブスルーにね今日は行くというね動画でございます。やっぱりマックはねすぐできるんでね結構利用しますね。私何かと利用が多いマクドナルド、あると便利なマクドナルド、まあコンビニで買うとね結構割高になっちゃうんでね、そうなるとまあマックで買った方がいいかなってなりますよね。あとやっぱりねコーヒーがマックが美味しいですよね。安いコーヒーの中では多分マクドナルドのコーヒー最強なんじゃないかなって思ってます。で今ね10時28分なんですけど、10時半からですね朝マックじゃなくなるんでね、朝マックだとちょっとねなんか物足りないんですよメニューが。なのでいつもまあ朝マック終わってから買いに行く形になります。でいつもですね行くマックは新札幌の近くですね、12号線沿いにあるマック行ってます。そこが行きつけですね。まあ店内で食べることもたまにあるんですけども、ほとんどまあドライブスルーで買って持って帰る形が多いかな私は。昼に行くとね結構混むんでね、ドライブスルー今の時間だったらまだ大丈夫かなと。今日日曜日なんですけどね。ここがね国道12号線と厚別中央通りの交差点になりますので、これを右回っていきます。なんかギガビッグマックっていうのがね今あるんだけどね、それがあればちょっと食べてみたいなと思ってて、多分小さなマクドナルドね、声優とかのテナントに入ってるマクドナルドだとね扱ってないような気がしたんでね、普通の路面店だとね大丈夫かなと思って。この左側にあるマックですね、厚別中央2条4丁目になります、場所で言うと。それではすぐミニアボタぐらいになります。お邪魔してください。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。ご注文お決まりでしたらお伺いいたします。グランドビッグマックのセット一つ。はい、かしこまりました。で、ポテトドリンク L にしてもらっていいですか。はい、グランドビッグマックセットのポテトとドリンク L。 はい、で、あと普通のビッグマックセット一つ。はい。それと、ダブルチーズバーガーのセット一つ。もう一度お伺いしてもよろしいですか？どっから言えばいいですか？グランドセットのポテトとコーラは行きました。あ、普通のビッグマックセット一つ。はい、かしこまりました。はい、それと、はい、ダブルチーズバーガーセット一つ。はい、かしこまりました。あと、はい、フィレオフィッシュのセット一つ。フィレオフィッシュのセット。はい。はい、以上ですね。はい。ドリンク3つお伺いいたします。3つ。あれ4つじゃない？セット全部で。そうですね。あ、グランドの、もうですね、はい。はい。グランドのやつがコーラ。コーラで L サイズで。はい。で、ビッグマックがアイスコーヒー。アイスコーヒー。で、あとダブルチーズが、はい。コーラで。コーラで。フィレオフィッシュ、シェイクにできます？申し訳ございません。ただいま、シェイクの機械が不調で、はい。販売中止しております。あ、そうなんだ。申し訳ございません。どうすっかなしたら。ファンタメロンにしてもらっていいですか？はい、かしこまりました。はい。
画面の内容間違いありませんか？はい、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。お車前方までお気をつけてお願いいたします。はい、ギガビッグマック、今販売休止になってますね。あと、シェイクもね、販売休止になってました。こんにちは。少々お待ちください。はい。少々お待たせいたしました。お客様のお会計2910円です。ポイントカード、お先失礼いたします。はい。ありがとうございます。2910円ですね。ありがとうございます。はい。2910円。そうです。あ、10円だけあります。はい。3010円お預かりいたします。はい、どうも。店舗の窓口までお商品、はい、お渡しいたします。ありがとうございます。はい、どうも。まあ、さすがにちょっと頼んだ量が多かったんでね、あれでしたけど。まあ、これ一人で食べる量じゃないんでね、私ね。まあ、一人じゃないけど、二人で食べますから。はい。二人にしては結構多いかなと思うんですけども。まあ、結構食べる方なんで、私も。まあ、友達の家にこれから行くんですけどね。はい、そんな感じで今日はマクドナルドのドライブスルーから動画の方をお送りさせていただきました。